そのワンバウンドしてそのまんまカップにガシャンですよ。ショットインイーグル。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。失格っていうのはちょっと納得いかないよね。はい、アメリカ女子ツアーのショップライト LPGA クラシックの2日目の結果をお伝えしたいと思います。3日間大会ですのでね、もう明日は最終日です。 で、畑岡奈紗ちゃんがね、なんと失格になってしまいました。いやーなんでだよと、朝起きた時に思いましたけどね。まあ日本ではね、先週ヨネックスレディースで鶴岡カレンちゃんが失格になりましたけれども、ちょっと日本と違ってアメリカの方は、ちょっとルール変更になったんですよ。まあ昨日のね、あのー、最終の9番で、ブッシュに入ったボールを探すのに、 3分超えてたんじゃないかっていう指摘を受けて、大会側が確認したところ、まあ、超えてるね、ということで、失格になっちゃったということなんですよ。まあ、ルール変更になったってさっき言いましたけども、やっぱり今、テレビ中継とかありますから、それを見てね、視聴者とかが電話したり、メールしたりしてね、いや、これ、こうなんじゃないか、という指摘があっても、 まあそれでね、レクシー・トンプソンとか前失格になったりしてたんですよ。まあそれがあったのでちょっとかわいそうじゃないかということもあって、ルール変更になってね、もうそういうのは一切受け付けないと。現場にいた人じゃないとダメということだったんですよ。今回ね、現場にいたアメリカのテレビ中継のレポーターが申し出たらしいんですよ。3分過ぎてたんじゃないとか言って、で、計測したら3分25秒かかったということで、 まあ、スコアカード提出した後なのでね、失格ということなんですけども、これ、あの、スコアカード出した後だったんで、あの、失格なんですけど、その場にいたんだから、その場で言えよって感じだよね。<laughs> 本当もう頭きちゃってさ。いや、ナッサーもね、まあ、二日目スタートする前に、まあ、ストレッチやったり、あの、トレーニングちょこっとやったりしてね。 あの、ウォーミングアップしてる途中だったんですよ。そこで失格告げられて。いや私も納得いかないですねって。同伴協議者から言われたら、まあ、あの、しょうがないとなるんだけれども、いや、そうじゃない人から言われてね。で、次の日になってから、あの、失格だと言われても、っていう感じでしょう。まあ、鶴岡カレンちゃんみたいに帰り道で電話っていうのも納得いかないんだけど、次の日だからね。 朝スタートする前のウォーミングアップ中に、あんた失格だよって言われたんだよね。<laughs> 嘘でしょと。いやー、だからまあ一応ね、あのー、正式には紛失球、まあ3分超えてたら紛失球っていうことでね、ロストボールっていうことで、まあ2打目打ったところに戻ってね、1打罰を加えた4打目として次打たなきゃいけないということだったんですよ。なので、 まあ、そのスコアが違うということでね。まあ、失格っていうことなんですけども。まあ、ナッサもね、同伴競技者に3分経ってないか聞いたりとかね。で、大丈夫、もうちょっと残、時間残ってるよ、というのも確認しながらやってたし。まあ、大丈夫だと思ったでしょうね。だから、まあちょっと、ナッサも納得いかないですね、という話をしてたらしいですけども。あれっていつスタッフアーチへ、 押すの <laughs> ストップウォッチいつ押してね、あのスタートさせたの探しますよっていう合図も何もないわけでしょう。これから探しますとか宣言するわけじゃないしね。でどっからストップウォッチスタートさせたかにもよるでしょう。ねえ。まあ、今度からあ、これから探しますって宣言してから探さなきゃいけないのかな。<laughs> その方がね、まあ、あの、はっきりとこっからだねってわかるだろうしね。 はい。まあ、いろいろあるね、アメリカはね。まあ、でも日本もそうやって変わってくると思いますよ。今回、えー、先週ね、鶴岡カレンちゃん失格になったのも、多分だけど、あの、現場にいた人っていうよりも、あの、でテレビ見てた人からの、あの、指摘っていうのもあったんじゃないですかね。わかんないけど、正式にはね。誰が、あの、言ったのか。で、何人ぐらい、 その同じことを指摘したのかっていうのは分からないですけど、まあそういうふうにアメリカのようにね、まあ現場にいた人からだったら受け付けるけど、あの、テレビ中継見た人から言われても受け,受け付けませんよ。いくらメールとか電話もらっても、まあ、知りませんというシャットアウトするっていうふうにこれから変わってくるかもしれないですよね。はい。まあ NASA 来週お休みなのでね。 まあ、KPMG に向けてしっかり調整して頑張ってほしいなと思います。はい。ちょっとね、ショックだったけど、まあ、ね、怒ったことはしょうがないのでね、まあ、次、頑張りましょう。それから、吉田優里ちゃんですけどね、今日は、まあ、バーディー取れてんだよね。4バーディー、3ボギーの1アンダーで、トータルではイーブンということでしたね。ちょっと伸ばし合いなので、 まあ、ポアナでポコポコ跳ねちゃってね、難しかったりするんだけど、結構伸ばす選手も多くてね。なので、ちょっとね、これ、まあ、この、今終わってないんですよ。これ私声吹き込んでる時に、まだ全部終わってないので、わかんないですけど、多分もう、トータルイーブンでは予選通過できないかなという感じですね。はい。スタッツ見てください。 まあ、フェアウェイキープは、あまり、吉田優里ちゃんにとっては、まあ、良くない方なのかもしれないけどね、パンオン率がいいでしょう。だから、まあ、バーディーも取れてるし、ショットはそれほど悪くないので、多分また、あ、う、の、ん、先ほど言ったの、ポアナ芝。グリーン上でね、あの、だんだんこう、目が伸びてきて、で、ポコポコ跳ねてしまうような、こう、芝があるんですよ。そういったところが、ちょうどラインにあって、跳ねちゃって で入らなかったとねえ、もう右行ったり左行ったり、こう、ふにゃふにゃふにゃっていう感じで、あのー、行くような変則的な転がり方をするグリーンなのでね、これはしょうがないかなっていう面は結構あったのかもしれないっていう感じですかね。見てないからちょっとわからないですけどもね。まあ、来週からもね、出れる試合も食らいついて頑張っていくしかないですよね。はい。 まあぜひ頑張ってほしい。ね。まあ、シード権はね、取っていってほしいなかなと思いますけどね。最低でも、のランキング100位以内はね、入って、来年も出てほしいかなと思います。それから次、エッティ行きましょう。古江彩香ちゃんですよね。やっぱりね、エッティも言ってました。初日はポアナで苦しいんでね、ポコポコ跳ねちゃって、 50センチでもちょっと信用できないと。自分のライン読みが信用できないと。そういうグリーンだと言っておりましたけれども、今日は見てください。1番からスタートしたんですけど、9番でね、まあ3打目でピタッとつけてのバーディー取って、10番でも2打目でピタッとつけてね、ショットでつけましたよもう、ね、結構バーディーチャンスと言っても距離がある場合は、 ポアナでやられてしまうということで、もうビタビタつけましたね、今日はね。はい。ボギーもあったけれども、まあ、15番のパー3でもね、4メーターちょっとあったけど、これぶち込んでね、バーディー取りました。ポアナ関係なかったですね、ここはね。で、17番のパー3も1メートルぐらいにつけてね、18番のパー5はもう2オンに成功したのでね、イーグルパッド惜しかったんですけども、もう、あの、バーディーパットはもうタップインのバーディーだったのでね。 まあ、簡単に沈めて、今日は6バーディー、3ボギーの3アンダーということでした。で、スタッツ見てください。まあ、初日2日目ね、6つずつバーディー取れてるっていうのもすごいのでね。で、フェアウェイキープも、まあ、いつも通りいいですし、やっぱりバーディー数取れてるっていうのは、やっぱりね、今現在、バーディー数トップのエッティーらしい、あの、プレイだったんじゃないかなと思いますよね。はい、まあ、 本人はちょっと納得いってなさげな、あの、顔はしていました。<laughs> そういう表情でのインタビューではありましたけれどもね。まあでも、なんとか、あの、優勝に向けてね、残り1日頑張ってほしいかなと思いますね。はい。そして次は、最後まおちゃん行きましょう。最後まおちゃんを10番からスタートしてね。今日もね、西村ゆなちゃんと同じ組で回りましたけども。 は、午前スタートはではあったんですけどもね、途中から風が強くなったりして結構難しかったかもしれないですよね。ピンがすごいしなってたもんね。結構しなってたぐらい、あの、風が吹いてた感じだったんですよ。途中からね。だから難しい感じになったかなとは思うんですけどもね。まあ午前、まあ、午前というか、あの、前半でね、二つ取って折り返しの一番から我慢ずっと続いてたけど、六番でね、 あれ4メーターぐらいあったかなそういうパッドの距離だったんですけど、ぶち込んでね。最後9番ボギー打ったけれども、今日4バーディー1ボギーの3アンダーということで回りました。まあインタビューでは、まあ、なんていうかな、まあ厳しい表情でインタビュー受けてましたけどね。スタッツ見ると、やっぱりそういう感じですよね。まあフェアウェイキープ、なかなかドライバーショットが安定しないと。 ねえ。まあそういうふうに言っていた通り、まあ、数字にも出てますけどね。まあそれでも、全体的にね、初日よりも、こう、伸び悩んでる、今の時点での感じなんですよ。全体的な、みんな、あの、大きく伸ばせてないような感じだったので、まあ、 私個人的にはすごくいいラウンドではあったと思いますよ。全体的に納得いかないような表情でのインタビューの受け方でしたけどね。まあそれはそれで、あの、全体的に見れば悪くはないという感じのプレイだったと思います。私個人的にはね。まおちゃん本人はもう全然納得してないと思うんだけどね。はい。まあでもなんとか、あの、上位に来てると思うのでね。 まあ全体が終わらないとわかりませんけれども、でもね、多分、あの上位で優勝狙える位置でフィニッシュできると思います。後で、あの終わったらちゃんとまとめてね、あの動画の最後に、あのまた吹き込んで、あの、くっつけていきたいと思います。後半見てくださいね。はい。で、同じ組だった西村優なちゃんですけどね。まあ、 前半は最後もちょっと同じ二つバーディー取ってノーボギーで折り返したんですけどもね、7番のパー3でまあ何があったのかなちょっと映像がなかったのでちょっとわからないんですけども、でもね、あの、やっぱりあの、ダボはあったけれども、まあ今日、 そんなに悪くはなかったんじゃないかな。本人はね、インタビューで、まあ、ちょっとスタッツ見てください。スタッツ、フェアウェイキープ100%じゃないですか。なので、ティーショットは大丈夫だと思うんですけど、そっからですよね。ショットがちょっと、グリーン狙うショットがちょっとブレてたという感じのコメントしてましたけどね。あとはパッドですよね。やっぱりね。あの、決められそうなやつを決めきれなかったのがちょっと、あの、良くなかったと言っていた通り。 やっぱりバーディーパッド決められきれなかったという感じでしょうかね。はい。でもそれが決まってくると明日、あの、ぐんと伸ばしてね、上位に行けるんじゃないかなと思います。はい。悪くはなかったと思いますからね。そして、えー、次は勝みなみちゃん行きましょう。勝みなみちゃんね。今日は珍しいね、あの、黄緑色のショートパンツ、 あまり見ないよね。上は白いポロシャツでしたけどもね。あの、下が黄緑色のあのショートパンツ初めて見たな。あの、蛍光色をよく着るエッティはね、よく見ますけど、かつみなみちゃん、ああいう黄色いウェアとかは見るけど、あの色のショートパンツはあまりこう見ないのでね、珍しいなと思ったんですけど。で、途中でね、まあ、10番からスタートして、途中、まあ、 ナイスアプローチでパーを取ったところがあったんですよ。で、あの日本人専用カメラは解説が東尾里子さんでね。で、まあナイスパーだなというアプローチを見せたんですけども、そこでパーパット沈めたときにね、これはナイスアッペンダンって言ったんですよ。ナイスアッペンダンって何 <laughs> 英語わかる方、教えてくださいぜひね。ナイスアッペンダンって何ですか <laughs> もう英語できますって感じのね、あの、感じ、私はあまりこう好きではないんですけどね <laughs>。はい。まあちょっとね、まあ英語できるんだからしょうがないんだけどさ、できない私としては何それってなっちゃうんだよね。もうちょっとわかる言葉で言ってよと、ね、思いましたけどね。まあそれはいいとしてね。まあ15番でね、 あの、ちょっとボギーは打ってしまったんですけどここね、バンカーに捕まって、T ショット、パー3ですけどね、T ショット目玉になっちゃったんですよ。まあ、出たには出たんだけどね、手前にずーっと下ってるような、あのー、シチュエーションだったのでね。出たには出たんだけど、まあ、途中まで転がってったんだけど、まあ、手前に下ってるラインなので、まあ、途中で止まって、また、コロコロコロっと手前に転がってきてっていう。 まあ、ラフで止まりましたけどね。同じバンカーには戻ってこなかったから、まあ、なんとかボギーで済みましたけどもね。まあ、あの、こういうボギーはありながらも、16番はショットでついてね、バウンスバックしたりとか、まあ、バ,バーディーもたくさん取れてたので、最後も、最後の9番もバーディー締め出しですね。まあ、5バーディー、2ボギー。まあ、3アンダーでは回ったんですけどね。初日のワンオーバーが響いて、ちょっと2アンダーは、 県外かなと。ちょっとまだ全,全体が終わってないですけどね。ちょっと後で確認してみます。動画の最後にあの結果は出しますのでね。はい。で、まあ、スタッツ見てもね、あの、そんなにあの悪くはなかったようなプレイを、あの、ワウワーの放送があの映ってきたところではね、あの、いいプレイ見せてたのでね。 悪くはないかったかなと。まあ、ちょっと初日のワンオーバーの、こう、あの、借金があったのでね、しょうがないかなっていうのはありましたけど。まあ、でもね、まあ、勝みなみちゃんだったら、このポアナシバ攻略できるんじゃないかなとは思ってたのでね、ちょっと予選通過ならなかったら、しょうがないですけども、通過できたんだったらもう爆発させてほしいかなと。爆発力ありますからね。 はい。ぜひ頑張ってほしいなと思います。そして、ね、しぶこちゃんと一緒に回った笹生ゆうかちゃん。もう全米女子オープン優勝してから、かなり、ね、体は疲れてると思いますけど、も脳みそもね、もうかなりフル回転で、あの、難コースを攻めていったので、かなり、ね、体的にも脳みそ的にもね、かなりずしーんとこう、来るものはあったと思うんですけどもね。 まあショットはその、そのせいもあるんでしょう。なかなかこうショットは全米女子オープンのようなキレキレのショットっていうのは見れなかったですけどもね。まあ6番でバーディーは取りましたけど、アプローチでね、そのままぶち込んだんですよ。グリーン捉えられなかったんだけど、チップインバーディーっていうのはありましたからね。だから良かったんですけども、11番のパー3でね、多分打ってしまったりとか、 まあ7番ではね、先ほど6番でバーディー取った後の7番でね、一緒に回ってた花グリーンがね、早々にカップインしてね、日陰で座ってくつろいでましたね。あのー、全米女子オープンワンツーフィニッシュした2人のプレイをね、座ってね、もうあのー、なんかピクニックしてるような感覚でね <laughs>、眺めてましたね <laughs>。で、さっさゆかちゃんがパーパッと沈めた時に、ナイスーみたいなね <laughs>。 ギャラリーのような感じでね、ジェスチャーしてましたね。<laughs> 花グリーン特注までね、あの、ノーボギーでね、あの、5つバーディー取ってすごい伸ばしてたのでね、はい、もう余裕だったんでしょうね。あの、まあ、7番の段階では余裕でなかったんですけどね、すごくなんか、ああ、アメリカだなと思いましたけどね。まあ、アメリカ人ではないですけどね、オーストラリアの方ですけど。今日は2バーディー、2ボギー、1ダブルボギーがあって で、今日は2ボギーと、あの、2、あの、2オーバーということでしたね。はい。ちょっとマウスが調子悪いな。まあいいんですけどね。はい。スタッツ見てください。ちょっとフェアウェイキープが、まあできなくても、まあパーオンを上げてくるっていう選手なのでね。まあ、こういう数字は当てにならない、あの、さ々木ゆかちゃんの、あの、プレイぶりだ、だと思うんですけど、いつもはね。今日はちょっと、 アプローチでね、素晴らしいアプローチも見せたりって、さすがなところも見せたんですけども、なかなかこう、選手のようにはこう、バーディーチャンスにつけられなくて、バーディーが来なかったかなという印象でしたね。インタビューではね、やっぱりポアナのことをインタビューで聞いたんですよ。あの、ポアナが元気にね、花が咲いてね、ポコポコ跳ねてたと思いますけども、どうですかね、と。そしたらね、さ々木優ちゃんが <laughs>、 まあ、初日も跳ねてましたし、昨日からずっと元気だったと思いますとか言って笑ってたんですよね <laughs>。はい。まあ、ピコーンってなっちゃった。な、なんだろうね。このピコーンはなんだかずっと不明なんですけどね。はい。まあ、かなり疲れてると思うからね。まあ、予選落ちは確実だと思うんですけども、休んで、来週もスキップする予定なのでね。それで、まあ、KPMG に備えていただきたいなと。2週連続、あの、 メジャー優勝なんていうのも可能性はありますからね。ちょっと期待したいなと思います。それから最後、しぶこちゃん行ってみましょう。しぶこちゃんの妹、きりこちゃんがね、ゴルサバ出てましたね。見た方いますかね。はい。まあ、ネタバレしてもいいかなネタバレ、BS のね、あの、ゴルフサバイバルという、あの、番組があるんですけどね。あの、TVer とかいうサイトがありまして、 そういったところで、見逃し配信なんかもやってますから、見れるんですけども。一ホール目で脱落しちゃってね。いや、でもね、ドライバー飛ぶね、ほんと。まあ、しぶこちゃんも、あの、インドネシアの大会の時にね、姉妹で出た時、もうア、アウ、オーバードライブされてね、あの、私より30ヤードぐらい前でしたと、言ってたぐらい、ドライバー飛ぶんですけどね。ソフトボールの、あの、 素振りとかね、あの、バッティングの素振りとか見ても、やっぱりね、パワフルだよね。まあ、飛ぶなぁと、思うところはあったんですけども。まあ、この、キリコちゃんっていう字ね、画数がめちゃくちゃ多いんだよね。<laughs> 私もねあ、ちょっとだ、あの、こういう字書くんですけど、こういう字書くんですよ。キリコちゃんってね。でもよく考えたら、キリコちゃんがプロデビューしても、しぶこちゃんになっちゃうよね。 だって、渋野ひな子が渋子だったら、渋野きりこも渋子でしょ <laughs>。どういうあだ名がつくのかね、わかりませんけど。このきりこっていう、この難しい字ね、あの、ゴルサバでインタビュー受けてましてよ。あの、画数多いねっていう話はしてたんですけど。あの、やっぱりね、パソコンとか、あの、スマホとかでね、検索してもね、あの、この字が出てこないということでね。で、きりこちゃん自身は、 あの、俳優のね、菅田正樹のキーをつ、あと同じだから、まず菅田正樹って出して、そこから変化してますと。書 <laughs> いて、あの、自分の字を出すと言ってましたけどね。まあ自分の字だったらよく使うだろうから、あのね、文字登録しとけばいいのにとかちょっと思っちゃったけどね、文字登録の仕方がわからないのかな。まあそれはいいんだけどね。 ぶこちゃん、今日は、まあ、ちょっと佐々木ゆかちゃんがなかなかこう調子出なくて、まあ、仲良くあのお話ししながらね、笑顔であのプレイはしていたんですけども、2番でいきなり来たんですよ。160ヤードの,あの残り距離で、6番アイアンで打ったんですけども、グリーンがね、ブッシュで見えないんですよ。あの、ブッシュっていうあの茂みね、ちょっと、 芝が長いところじゃないところがいっぱいあるわけですよ。あの、グリーンの周りじゃなくね、フェアウェイの横とかのラフのところに、まあ、そういうブッシュのエリアがあるんですけど、身長より高いんだしぶ子ちゃんの身長より高いぐらいの草が伸びてるブッシュがあるんですよ。それでね、邪魔されちゃって、セカンドショット、グリーンが見えないんですよ。でもそういうところから打って、グリーンを捉えてね、 あの、5メートルぐらいの、あのー、チャンスにつきました。まあ、これをぶち込んでのバーディー先行だったんですよ。今日もいいぞと。よし、これはアンチ見てろと。ね、まぐれじゃねえからという感じでね、見ておりましたけどね。今日は、あの、その、ね、ブッシュのところとかもあったけれども、まあ、6番でもねメ、15メートルぐらいのバーディーパッドかなり下っててね、あ、これはちょっと難しいパッドだな、まあ、 なんとか寄せてパー取ってほしいと思ったら、まあ、それほどいかなかったりしてね。でも、なんかパーパッドちゃんとね、あの、ぶち込んでパーセーブしてましたよ。2メーターちょっと残っちゃったんですけどね、ここね。見た目ではすごい、あの、ワウワウの映像でもかなり下ってるから、すごい速いかなと思ったら、全然グリーンが重たくてね、いかなかったんですよね。あれと思ってね。 まあ映像とも見た目全然違う。あの、それにこうちょっと選手たち戸惑ってた感じはありましたね。さあそういうかちゃんもそういう感じはありました。で、7番のパー3なんかもね、右のバンカーに捕まったけどね、まあピンが近いからちょっと寄せるの厳しいかな。まあだいぶオーバーしちゃってもなんとかね、まあ3メーター4メーター以内につけてこれもうパッパッと頑張るしかないなと。 思ってたらもう2メートルぐらいにピタッとついてね。難なくパーセーブしてましたね。バンカーうまいです、やっぱりね。8番はね、ちょっとボギー打っちゃったんですよ。バーディパットが、バーディパットを打ったんですよ。あの、な、んだけど、ちょっとショートしてね。で、あの、それが入らずに3パットしてボギー打っちゃったんですけど。9番のパー5ちょっと取りたかったんですけど、3打目でね、チャンスについたんだけどね。 まあこのパッド外してしまってね、ばもうよし、バウンスバックというこの時思ったんですけどね。いや、ちょっとこれ外しちゃってね、短いの外してしまったんですよ。だけど、まあ後半に入ってからね、まあ11番のパー3でもね、ホールインワンかっていうぐらいも、あとカップ一つ半ぐらいかな。それぐらいね、あの、脇を通って奥に着いたんですけどね。まあ、 近くに止まってくれりゃね、あの、スピン効いてピキュキュキュッと止まってくれりゃよかったんだけど、ちょっとオーバーしちゃったんでね。まあ、ファーストパッドでキューッとね、またブレーキがかかって重たいグリーンだなっていう印象でしたね。これがね、かなりショートしてしまってボギー打っちゃったんですけど、今日の一番の、あの、メインはここですね。12番のパー4ですね。 まあ、フェアウェイからのセカンドショット、残り73ヤードと短かったんですけど、これね、まあ、花グリーンは90ヤードぐらいあったかな花グリーンより飛んでるんですよね。で、そこからセカンドショット打って、まあ、グリーンの手前の方からワンバウンドして転がってと思ったら、そのワンバウンドして、そのままカップにガシャンですよ。ショットインイーグル。 ショットインイーグルでもアメリカのテレビカメラがね、しぶこちゃんをドアップで映してましたね。<laughs> おーおおってびっくりしてましたね。しぶこちゃんもね。カメラが近くてね。<laughs> いやー素晴らしいあのショットインイーグルでした。ワンバウンドしてそのままガシャンです。も、ま、う、あ、コロ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 じゃなくてね。ワンバウンドしてそのままガシャンとね。入りましたね。まあ、ちょうど入ったって感じです、ね、まあカップの脇をこう、 あの、痛めることもなく、ちょうど入りましたね。さっそゆかちゃんがちょっと調子悪くて、雰囲気がちょっと重たかったんですけどね、これで一発でガラッと変わったんでね、良かったと思います。まあ、15番ではね、また先週のようなカップの縁に止まるパッドがあったんですよ。ここまたコロンと行くかなと思ってね、力が入っちゃいましたけどね。ラウンドレポーターの 片平美月さんによると、残念ながら今ここ逆風なんですと。アゲンストの風なので、フォローの風だったら入ったかもしれないけど、ちょっとこれは無理そうですねって言ったのでね、ダメか、と。で、やっぱりしぼこちゃんも諦めて、まあコロンと入れてね、パーでしたけどね、惜しかったね、ここもね。16番でもね、またバンカーに捕まったけど、ぴったりと寄せてね。いや、今日バンカーめちゃくちゃ上手かったです。 17番のパー3ね、ちょっと4メーターぐらいのバーディーパッドこれね、ポコッと跳ねたのかね、方向変わったようでね、入らずで。で、返しのパッドも短いパッドね、この50センチないぐらいかな。またカップに蹴られてね、ボギー。もうここも跳ねたんだよね、跳ねちゃって。まあこれはしょうがないね。そういうね、ラインについちゃうとね、まあこれはね、運任せみたいなところあるからね、しょうがないかなと。 思いますね。もう切り替えていってほしいかなと思いますね。今日は1イーグル、1バーディー、3ボギーのイーブンと。ね。オーバーパーでは回らなかったのでね。スタッツ見てください。あの、スタッツも、まあなかなかいい感じじゃないですか。やっぱりちょっとパットで苦しいんだかなっていうのはあるけれども、それだけですよね。まあフェアウェイキープもパウン率も数字的にはまあ全然問題なくいけたのでね。 途中で子供がね、頑張れ頑張れーってね、あれ日本の子供だと思うんですけどね。まあ、しぼこちゃんも笑ってましたけどね。まあ、そういったことで、あのー、落とさずにね、済んで、まあ、二日目、今日落としてね、アンチが喜ぶようなことにはならないでほしいと思って見ておりましたけどね、なんとか頑張りました。で、結果なんですけども、はい、全部終わったかなあ,あ、終わった。 ようですね、終わりましたね。はい。で、こんな感じになっております。ちょっとね、まとめますね。はい。で、こんな感じです。はい。えー、まあ、表喋、喋り始めたときは表を作ってなかったんだけどね。あの、終わったので表を作り直して喋り始めました。はい。で、えー、最後、まおちゃんとエッティが7アンダーで、トップは10アンダーですからね。 ジェニー・シーンが2つ伸ばして低アンダーなので、3打差ですから優勝争い圏内ですよ、これね。まあ結構いるけど、3打差。6位タイが結構いますけど。まあこれだったらね、もう十分狙えるでしょう、3打差は。まあ初日トップだった、あの選手、まあ畑岡奈紗ちゃんと一緒に回ってたアルピチア・ユボル選手が、今日、今日チュデイウ4オーバーだったんでね。 大きく落としてしまったんですよ。なので、トップは変わらず10アンダーなのでね。これは優勝争いこの2人十分いけそうな感じですよね。で、しぶこちゃんも5アンダーですから5打差。まあたくさんいますけどね。5アンダーで27位タイなので結構たくさんいることはいるんで。まあそれでも5打差だからね。伸ばせば最終日わかんないですよ。 ねえ。で、日本人がもしダメであってもね、まあ、しぶこちゃんの動画にも出た台湾のシュウエイリンちゃんもね、8アンダーでいますし、ねまあ、一緒に食事とかも、あの、してる写真があったアンナリン選手もね、8アンダー。かつ南ちゃんにね、この選手、カつミちゃんがこの選手にね、マッチプレーで負けた相手ですよ、アンナリンね。こういう選手が上に来ております。今回は、韓国、台湾、うん 税が頑張っておりますね。トップ10に韓国税が1、2、3、4人。初日はね、イジョン5がいましたけどね。入れ替わりましたね。イジョン6が上がってきましたね。はい。まあ、ややこしいですけどね。まあ、それで日本人選手はこんな感じで。あー、渋ちゃんまではいいんだけど、エッティ、あエッティじゃない。 西村ゆなちゃんは4アンダーで1打違いだけど37位タイー落ちちゃうんですね。まあ結構同じスコアが多いので。で、その下が勝みなみちゃん。3アンダーがカットラインになってしまって予選落ちになってしまいましたね。はい、残念ながら。で、吉田ゆりちゃんも佐藤ゆかちゃんも予選落ちと。で、えっと、 ティ、エティまたエッティって言っちゃった。畑岡奈紗ちゃんが失格ということで、8人中4人が決勝進出ということになりました。はい。で、ペアリングなんですけどもね。明日のペアリング。まあ、西村ゆなちゃんは、リュウヤンとロビン・チョイ。えー、しぶこちゃんは、アサーラ・ムニョスと、レイチェル・クイーン。レイチェル・クイーンじゃない。レイチェル・クーンか。レイチェル・クーンですね。 で、また最後、まおちゃんは、二日間、西村ゆなちゃんと一緒でしたけど、今度は、エッティと一緒になりましたね。ちょっとね、優勝争い行ける感じですからね、ちょっと注目して、ね、この二人、見ていきたいなと。しぶこちゃんも爆発すればわかりませんのでね、まあ、できるだけ上位できて、えー、盛り上げてほしいかなと思います。はい、それではコメントをいかさせていただきたいと思います。えー、安川さんですね、えぇ、ー、わウさん。 日本人専用カメラへ一言、渋口推しの私ですが、2ラウンド目は、午前組の最後、西村組を中心に、フレーチャーも追っかけてください。渋口組は、前ハーフをハイライトで、あとハーフは、本放送で映せばよいのでは。ね。まあ、それにミラー,、えー、ミューズミラーさんはね、えー、コメントしてますけどね。まあ、 2日間ともしぶこちゃんと佐うゆかちゃんを映すっていう感じになりましたけどもね。これはわんわんさんにコメントした方がいいんじゃないですかここでいくら言ってもしょうがないことなので。でもね、ねまあ、お分かりになってはいると思うんですけどね。あの、そういう風に放送すると、クレームがいっぱい来ますよ。なんでしぶこを映さねえんだと。 渋子を映し、あの、見たいから、ワウワウ入ったのにって人の方が多いから、あの、断然多いから、あの、レームきますよ。そっち映すと。なんだよ、と。まあ、これでね、まあ、日本中が湧いて、まあ、全米女子オープン1、2の2人が同じ組になって、で、入ったと。ワウワウに加入したという人が増えたと思うんですよ。その人に対して、最後、西村組を中心に映すと、なんでってなるんで。 これは安川さんの話、気持ちはわかりますけどね。そっちを映してたら、大クレームがいっぱい来て、てんやわんやになると思いますよ。わうわう加入した人からすごい言われますよ。はい。あの、経営者の立場になって考えてみたら、多分わかると思いますけどね。まあ、しょうがないことですよ。ファンが多いんだから。 ミルズミラーさんえ。全米オープン前にクラブのシャフトを大幅に変更。今大会前にヘッドとシャフトのマッチング。ロフト角やライ角を細かく調整。シード圏、同角なのでイメージした泥がさらに良くなるように。安心して改善調整できる環境が嬉しいです。これ、渋子ちゃんが話してるの <laughs> ではないよね。はい 安心して改善調整ができる環境が嬉しいですってね。なんかこう、実際に自分が調整している立場のような話ぶりなんですけど、どういう感じでしょうかね。えー、月末の全米女子プロ、あ、月末じゃないですよ。20日からですよ。月末はダウがあるんで、月末ダウです。その前の週です。KPMG は20日からですからね。月末じゃないのでね。 月末だと思ってたら、あれ今週かなっていうことになりかねないので、あの、月末、20日だったら月末だろうみたいな感じかもしれないけど、20日からですので、あの、勘違いしないようにしてください。このコメント見た方ね、あの、月末じゃないです。あの、再来週です。なので、間違いないようにしてください。あ、この辻村コーチ曰くっていう話はね、私動画作ろうと思ってるのでね、 はい、ここでは割愛させていただきます。もうちょっと詳しい話をしますのでね。はい。えーと、これは、何でしたっけ、えー、藤原さんか。キリちゃんは、あ姉ちゃんのキャディやった方がいいと。うん、<laughs> まあ、キリコちゃんが言えばね、考えるんじゃないですかね。まあ、その前に自分の練習じゃないですか。ねあのー、キャディの、ま、勉強にもなるかもしれないけど、 まあ今はその時間を練習に当てた方がいいんじゃないかなと思いますね。わざわざアメリカに行ってまでってなると自分の練習時間が減ってしまいますよね。はい。それから、えー、ミューズ・ミラーさん、えー。アンチはアンチ。今週来週の大会の結果が良かろうと悪かろうと月末のメジャー全米女子プロは優勝すると彼らアンチは何かしらコメントしますよ。まあそりゃそうですけどね。 まあ減りますよね、多少はね、はい。気の弱いアンチの人もいますからね <laughs>、はい。ああ、なんだよ、結果出したのかと。まあ結果出したらね、もうおめでとうっていうね、感じの人もいるでしょう。アンチみたいなコメントするんだけど、実は渋子ちゃんの大ファンっていう人もいるからね。もう裏返しですよ、それはね。はい。予選落ち真っただ中、 真っ只中の時スポンサー契約するレクサスはやはりすごいマーケティングですよねはいまあ株とか為替やってる人は分かると思いますはいそれから、えー、なんだっけ、えー、南十字星さん渋野選手を叩きまくってたんちはどの面下げての手のひら返し派はまぐれたまたまと叫ぶ負け犬の遠合派 馬場選手、吉田選手たちを叩き始めるターゲット変更派、初戦2位だと主張する上から目線の説教派などに分裂しているのではないでしょうか。はいまあ、そこはあの別に私はあまり考えてないですね。何、はい、て言うのなうんと波長を合わせたくないので、アンチの人に。私はもうそのアンチの人たちとは次元の違う世界を生きているのでね。 波長が合わないんですよね。<laughs> 気にならないんですよね。あ、うん、あ、そうですかと <laughs>、うん。それだけです、はい。まあ、波長が合う人はね、まあ、そういう考察もしてみたらいいかなと思いますけどね。私はね、もうしぶこちゃんに対してはもう全然あの考え方とか次元があの全く合わないのでね、アンチのコメントは。 まあ見たら頭に来るかもしれないけどねこの。このコメントにしてきたやつとかね。見たら頭に来るかもしれないけども。うん、あ、そうですかと。うん、それだけですね。<laughs> はい。まあ、私はしぶ子ちゃんのこういうところが好きですと。悪かったとしてもいいところを見つけて、悪かったけどもここは今日良かったよねっていう見方をしたいのでね。はい。まあ応援してます。そういう感じで。はい。 えーとえー、と興味深い考察コメントですね。えー、同じさんといい所属の馬場さん、同じマネジメント会社所属の吉田さんは確かに、えー、誹謗中傷が心配ですね。上から目線派は消滅しないでしょうね。まあそうですよ。アンチはなくならないので。まあなので、まあ増えたり減ったりはあるかもしれないけどね。まあ実際に絶対にこう必要な存在にもなってくるかなと思いますね。私は波長を合わせませんけどね。はい。 まあ言っててくださいという感じですね。はい。えっ、ー、とそれから、えー、国尾さん復活でしょう。まあ復活と言っていいでしょうね。はい。まあ、あのー、まだ途中だと思いますけどね。まだやることたくさんあると渋子ちゃん本人は多分思ってるでしょうけれども、まあ復活と言ってもいいんじゃないかなっていうところまではだいぶ上がってきてると思いますね。まあ 渋子ちゃんはまあ納得いかないところをまあずっとあのこれからも練習してあのもっとよくしていこうとするんでしょうけどねえーとそれから銀だら定食さんっていいのかな明日は午後組だけどファイトタイの選手すごいねジェニー打つの遅いジェニーシーン打つの遅いですか私気になってなかったですねジェニーシーンを見てなかったですね <laughs> まあシガンタより早いでしょう <laughs> まあいいですよ、それはね。はい。えー、上野さん,、うん。かっちゃんが少し遅れたね。頑張れ。みんないい戦で頑張ってますね。渋子は予想通り、えー。残りラウンド頑張ってとね。はい。最終日もね、いい成績で出してくれるといいですけどね。えー、のぼるさんですかね。りょうさんこんにちは。渋子頑張ってますね。しかしトップの子が出しすぎですよ。まあ、そういう選手出ると思ったからね。まあ、あの、やっぱり出たかっていう感じですけどね。 今日落としたからねはいトップの10アンダーが変わってないのでね入れ替わっただけでせめて7か8に止めてくれよ2日目楽しみかな学会させないでほしいですね渋子ちゃん、えー、それに対して全米オープンは後半失速しましたがこう、えー、渋野さん同様今まで予選落ちを繰り返しているのが嘘みたいですよねとねはいまあこれはあの皆さんが思うところでしょうね はい。まあ、これから楽しみですよ。それから、ワイ・コーガさん。りょうさん、お疲れ様です。渋野選手、良かったですね。今日は午前、えー、午後スタートだけど、2桁アンダー目指して頑張ってもらいましょうとね。まあ、2桁アンダーまではいかなかったけどね。まあまあ、あのー、悪くはなかったと思いますね。惜しいパッド外したっていうのもあったし、ポコポコ跳ねちゃってしょうがないっていうのもあったしね。はい。それから、ヒロンさん。 えー、渋子にとってショップライトは全米2位の進化が問われる試合悪かったランチがまぐらというでしょうし今回の試合で功、えー、績席を上げることは渋子にとってすごく意味があると思う渋子の自分への自信確信が深まる試合にしてほしい、えー、1日目ノーボギー5アンダーこの女子渋子。吉田優利の出遅れが気になります、えー、それからコメントは自由ですが笑いは何ですか、えー、失礼これ何のこと ちょっとわかんないですね。何のことを言ってるのか。これ、笑いは何ですか失礼です。っていうところに、こういうふうにコメントしてください。それじゃないと、ちょっと意味がわからないので。はい。で、まあ次。えっ、ー、と、南十字星さん。えー、ご存知かもしれませんが渋、渋野選手関連情報です。渋野選手の実家近くの駄菓子屋さんが閉店してしまいま、閉店し,閉店していました。 選手のおばあちゃんは元気そうで元気だそうです。ゴルフサバイブで渋野桐子さん一番初めに脱落してしまいました。はい、知ってます。はい、それから、えー、坂東さん、えー、トップとは5打差やけど渋子頑張ったねと。ね。まあ、変わらず5打差だけど、ね、まあ、最終日頑張ってほしいですね。それから、庄司さん、先日はご返信ありがとうございます。 何を隠そう2019年の全英勝ってからずっとぶこの大ファンちなみに密かにも思っているのが今週か来週どちらかで優勝してその次の全米女子プロでベスト5とかだったら五輪スリ、えー滑り込みません、えー、頑張れ渋子まあ全米で勝ったりすれば入るかもしれないけどそこまで上がるのかなちょっとね他の選手との兼ね合いだからあの世界ランキングはね なので、まあ、15位以内にこうポンと入ってくるかもしれないし他の選手が頑張ったらそれで頑張ったとしてもポイント的にはあのー、15位以内相当のポイントが入ってね平均ポイントが上がったとしてもちょうどこうその選手が頑張らなかったら15位以内に入れるみたいな感じになったりするかもしれないし分かんないですよね他の選手がどう頑張るかによって変わってきます。 分かりません、ね、これはね、えー、1人のあの成績だけではちょっとわからないですそれから最後ですかねこれがまあ、まだあるかえっ、ー、と龍一さんえっ、ー、とナスサーと渋子予定通りです予定通りの字がすごいですね2日目で流れをつかんでくださいもともとナスさは調子がいいと言って データね、渋子はジェットコースター気流が慎長。2日目を乗り,き乗り越えて頑張れたねナッサーにはもうちょっとねもう残念で仕方ないんですけどね3日間大会ですし今日もねちゃ,んちゃんと伸ばせてれば優勝争いね、まあ、最終日最終組なんていうのもあったかもしれないし今日はねちょっと残念です烏星じいさん、えー、どんな競技の選手でも何か ききっかかかけをつかめばスランプから出で状態が上向きになるものです。志村さんは先週の結果が良かったことで選手的に安定してしようやく出スランプ脱出のきっかけをつかんだということで感じでしょう。本人はまだ自分の状態には懐疑、えー、的な感じみたいですけどね、そりゃそうですよ。やることいっぱいあるんですから、まだ。まだまだいっぱいまあ、動画出しますよ。辻村コーチとの関係とか、そういったものでね。 いっぱい話したいことはあるので、時間を作ってそれを出してみたいと思います。えー、ちなみに 2>、うんえー、2つ下の、皆さんは、渋野さんのことをピナ姉さんと呼んでるそうですよ。動画ちゃんと見ましたか私、それ動画でちゃんと言ってますよ。動画ちゃんと見てください。はい。<laughs> もう思いっきり、ゆなちゃんのとこでね、動画で話したことをそのまま書くって、動画見てないってことなので、もうちょっとね、 ちゃんとと動画を見て欲しいなと思いな思ます、はい、申し訳ないんですけどね動画長すぎるっていうこともあるんだけどねはいすいませんね、はい、動画で言ったことそのままコメントにこう私が言ったような感じにこう書かれても困ってしまいますなのでちょっとお願いしたいなと思いますねはい えー、渋野さん、ひなこさん予備はかしこまった感じになる上、ひなこちゃんだと距離感がある感じになるからだそうです。えー、自分の状態に懐疑的ではなく、まだまだ良くなる要素があるから、えー、改善調整を主体的なコメントでは、まあ、それはそうですよね。完璧はないんですよ、プロゴルファーって。結局、引退するまで完璧にならずに引退するんですよ、みんな。多分ね。 完成形は多分ないいと思いますアニカソレンスタムで,でも完璧にならずに引退したと思いますよ、多分ね、シード権当格なのでまだまだ改善調整をすると思いますよ。まあこれもね、あのまた動画出しますのでね。はい、それから、えー、ゴルさんって、これなんだっけゴルさんはゴルさんでいいのか。志村選手、いいね、えー。ボギーがなかったのが何よりで、えー、かなり状態が良いのではないか。 が順調な仕上がりだ、えー、立ち上がりだと思う。えー、畑岡選手はだいぶいい状態になってきたと思う。えー、笹生プロはあまり無理をしていないかなと思う。えー、来るときは来ると思うので心配ないかなと思うとね。まあその通りですね。多分ね。まあちょっとね、だいぶ頭を使った試合だったからね、先週は。かなり疲労は溜まってると思いますよ。はい。それから、えー、何でしたっけ。これが最後か。今井さん。 ですね、えー。ワクワクしますね。まだまだ復調というには早慶で山あり谷ありだとは思うが、しぶこが出場する試合は楽しみしかありませんとね。はい。まあしぶこちゃんまたあのー、ね、まあ調子悪かった時はもう静かに見守っていた方もね、また復活してましぶこちゃんの試合楽しみにするっていう方がだいぶまた増えたと思いますのでね。また最終日もね見ていきたいなと思います。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよって方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた